詰まってる方がいいよね。これとかこれとかホタルとか500円、うん、売りました、いっぱい売れました、はい、おはようございます。おはようございます。盆栽女さん来ております。大盆栽祭りはね、最初雨の予報だったのに、はい、見事に3日間晴れまして、はいはい、たくさんのお客様に来ていただいて、まあ初日のあの騒ぎって言ったらね、ご飯食べれませんでした他のお店もみんなそうだったと思うんですけ ど、まあ、とても喜ばしいことです、はい、品切れになった商品が初日にねたくさん出ちゃったんで、後から来たお客様には大変申し訳ないなと思いましたが、うん、しょうがないかなまた来年のお楽しみということで、はい、ありがとうございます、はい。今日は何しましょうか。今日はですね、大盆栽祭りで山野草のポット苗を売ってたんですけど、はい、ホタル袋結構いろんな種類いりましたが、その中で展示に最も使いやすい小さいホタル袋、この状態でね、うちで500円で売っておりました。でまだ咲いておりません。咲くのがだいたい今年早いんで5月の終わりですね、うんうん、今10何日、あと1週、早ければ1週間、遅くても2週間以内には咲くんじゃないかと。はい、だから5月の終わりの方の展示会にはまだ間に合うと。じゃあ梅雨ぐらいの飾りなんですか、ね、うん、そうですね、ホタル袋はね、ホタル袋っていう花はこう提灯みたいな花で、中にホタルが入ってポーって明るくなるんですよ。それでホタル袋っていうんですよ。どこら辺に入ってるかな、あんまり高くない山の裾に群生しております、うんうん、なるほど。で地方によっていろんな種類があって、もう種類多すぎて大変なんですけど、これが、うん、ホタル袋の中では一番小さい竹で咲くという、うん、石立ホタル袋ですね、はい、でホタル袋はみんな同じ習性がありますから、これだけじゃなくても他の種類でも植え替えの仕方は一緒、うん、だから今やると展示会にすぐ飾れる一品と、はい、来年楽しめるのと、うん、いろいろこうこれ一つでいろんなのができるんですよ。なるほど。意外とお買い上げになった方は楽しめるんじゃないかと思います、うん、はい、じゃあやってみますね、はい孤独というのはこういう状態ですね。で抜いてみてびっくりするんですが、縁にこう出ますね、縁に沿って。でこの白いのが、これが根っこの先端なんですよ。ですからこれ、ね、こう取るでしょ、ほら根っこの先端がこう白くなってね、ここが葉っぱになるの。これがこう上がって日に当たるとこれになるんです。あ、そうなんですか、うん、だから根っこを切って捨てるっていうことがない、この草は。でこう上がってきて、ほらここで葉っぱになってでしょ、うん、これは今年咲かないんですよ、来年なんで。ホタル袋っていうのは咲いた株は溶けますから、で横から出たやつが2年後に咲くんです。だからこの細いやつは来年じゃなくて再来年になるのかな、これね。で今しっかりしてるけれども花が上がらないやつが来年になる。2年草っていうんだよね。それなんで崩すときに気をつけなくちゃいけないのは、この根っこをね大事にすることですね。これじゃない、ざっと崩しますが、ここからこう取って、ここに根っこは生えてるでしょ、これこれこれ、はい、これはねもうねこの辺で切っちゃって大丈夫です、うん、でこれは水に入れとくと、こういうふうに、ここ引っ張って引っ張って引っ張ってね。でこう普通ならこう切るじゃないですか、はい、違う、ここからまたこう出て子供ができるので、これ切らないと。なるほど。全部つながってんですよ、ほらほらほらこれを知らないで切っちゃうと、今年咲いたのに来年葉っぱがないわよとか、再来年は何もないわよみたいなことになっちゃうんで気をつけましょうと、はい、だから買うとき子供がついてるの買わないとダメです。花がちょっと切りますね、こんがらがってますから。花が咲きそうなやつだけがついてるポット苗は山荘屋さんがもう分けて子供取っちゃって、真ん中だけ植える人がいるんですよ、たまに。そうすると来年何もなくなっちゃう。でこういう根っこが大事なんです。これね、これ捨てちゃうところですが、これは根伏せするんです。根伏せしないと耐えちゃうんです。だからいい種類があったら、ホタル袋もいろんな種類がありますから、
寝伏せしとくんですよね。子供があるないってだからどうやって見分けるんですか、その売ってるやつで、うん、これですね。縁から出てるのが子供です。で真ん中にあるのが花が上がってるんです。これこれは花になるとこね。あ、ね、なるほど。これ子供なんですよ。だからこれに関しては来年はうんと咲くんです、うんうん、だけどここで咲いちゃう周りで、周りでね。だから大きい鉢入れれば大丈夫ですけど、小さい鉢で育てる場合は1回抜いて子供だけばらして集めて植えとかないと来年みっともないことになっちゃう。なるほど。うっと全部つながってますからね、気をつけないと。根が切れないので大変なんです、これは。持ち込みの場合は、持ち込みってあの山野草ね、展示するために持ち込んでかっこよくする場合には子供を、これも全部子供です、一緒に入れておかないと。本当はこれは咲く前にやる作業ではなく秋にやる作業です。あ、そうなんですか。分けるのはね。だけど買うのがだいたい今頃買うんですよ、うん、皆さん、はいはい、そのままポットで置いといてもね可愛くないから、うんうん、今分けるんならこういう感じですよっていうことで、うん、これが今年の花です。はい、花芽が1個、2個、はい、3個、4個、5個、ここも上がってきます。6個のここは植えれば今年も、うん、今年で、まだほらここに来年のね、これ再来年ですね、咲くのね、こっちはね。うん、来年。新芽じゃなくて、そうですよね。これが葉っぱに、ね、なるんですからね、1年置いて。こういうで花が咲いたら枯れ溶けちゃうと。そう、本体は溶けちゃうね、そこの株は。なるほど。知らないと ね、周りの子供全然つけないで、本体だけ植えといて、うん、悲しいことが起こりますので、皆さん、必ず本体と子供を必ず寄せて植えます。はい。じゃあ濃すぎますね。色気的には薄いピンクなんで、そうですね。ね、濃厚？ホイヤーでも。うん、これか白なんですけど、うん、子供をどうするかです。大学の鉢可愛いかな。これだとね、来年の展示会でちょうどいいみたい。これはほら、本体これね。これだと、あ、これでも入っちゃうな。ちょっとこう、小さめでやるんなら白で。はい、大学の鉢にしました、はい、それあんま浅いのだと入らないし、かといって大きいと花のねサイズも伸びてしまいますので、あれだけ小さい鉢で咲かせば花も小さくなりますから、だから1年持ち込んでから来年小さい鉢で子供を入れといて育てればもっと小さく咲くんです。花が大きいってことなんですね。花大きいんですよ、うん、ほんのちょっと、ほんのちょっとパラパラって、まあ、大きい丸めんの。もともとでも鹿沼ですよね、入ってた土は。そう、山椒屋さんは鹿沼土に植えます、はい、なぜでしょう。根がほぐしやすいから。そうです、はい、山椒屋さんは分けるのがお仕事ですからね、数を作るのが仕事ですから、この時に子供を一緒に入れなくちゃ。子供、子供、これ来年用の、来年花になるやつ、ね、だから1年目のやつってことですね。そうです、うん、こっちのはもうこの株は枯れてしまいますので、ここに沿わせてくっつけとかないといけないんです。なるほど。この時にあの接着剤の代わりにちょっと毛と土をね時々使うんですが、これはもうコネコネしてあります。赤玉と土とあれ水苔ですよ、はい、でこう植える時にねちょっとね寄せたいなと思って、もうなかなかこうくっつかない場合あるじゃないですか、毛と土で押さえとく、草と草をくっつけとく。そう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 、山野草よく使いますよ、はい、寄せ植えするときに使うんですけど、軽くね山野草とはいえ止めます、一箇所止めで結構ですから。そしたら普通にあの山野草の土を使わないで赤玉を使う、これがコツです。小さくなります。赤玉じゃなくて山野草の土を使うと土が柔らかいので、まあ大きく育って立派にはなるんですけど、添え草としてはちょっと、うちの草は添え草で使うために作ってるんでね、山野草の展示会に出すためには作ってるわけじゃないので、やっぱ赤玉やるとキュッと引き締まりますので、うん、来年のサイズがだいぶ小さくなります。意外な感じになるんですが、
これはあと苔で直すしかないです。これ、はい、こんな感じですね。それで水やって、あとは苔で多少位置を苔はんないとよくわかんないかもしれないですね。咲いてないんでわかんないかもしれないですね。ここにね、こういう感じで出てくるんですかね。垂れ下がるみたいな感じですもんね。うん、そうですね。もうちょっと立ち上がってからこうぶら下がりますか。小さいホタル袋あんまり作ってる人いないんで、あれもっと小さいのでも咲きますよ。うちはあの秋のやつはこんな大きさじゃないです。もっとちっちゃい鉢に、もっとちっちゃい鉢に子供を入れとくんです。秋の植え替えだとなんでもっとちっちゃくできるのかなって。夏がないから。管理が大変じゃないの。土の量を減らせるっていうか。夏場は水やり大変なんですよ。半日陰の植物で、ここのとこ38度とかになるから、春に分けて置いといてもいいんですけど、下手すると溶けちゃうの。なるほど。この辺に咲いてないから、ホタル袋。もうちょっと山のものなんで、なるほどね、暑すぎるんだ、38度。38度越すときは、まあ、大きめので作っといて、どんどん増えます、うん、夏場増えるもんだ。それで秋になって増えが止まりましたっていう時に分けるといっぱい作れるし、それから小さい鉢に、まあ、根っこは巻いて入れるんですけど、うん、管理がすごい楽で、秋から次の今頃ですね、5月までは管理が楽なので、それで小さく咲く。なるほど。だからうんと小さい鉢で2回ぐらいは咲かせられるけど、うん、あとは1回大きいところに入れて子供を元気にさせて、うん、またちっちゃい鉢に入れるを繰り返さないと、山野草の持ち込みは盆栽と違うので2年に1回は株分け、うん、みたいな形をしないと、いくら持ち込んでもね、なくなっていっちゃう、はい、だんだん一回。だからこういう状態にするってことですね。そう、うん、大きい土鉢にねポンって入れて元気出させて、子供を元気にしてからまた子供を集めて入れてある。そういうことになりますね。これは今みたいに、これがこの場合大きいのとちっちゃいのと交互にしてから、これ咲きますよ。これ花芽です、うん、これはこれから咲きます。でここのところをこう先っちょがねあるから、はい、これが葉っぱになるわけですから、切ってぐるぐるぐるって巻いて、それでこれを植えとけば、こうやって植えとけば来年までにこの周りからまた子供が出ます、はいはい、で苔ども貼っとくとこうこんもりしてきて綺麗な感じで、来年は植え替えなくてももっと小さく、この葉っぱもっと全然小さくなるんです。今ないんです、すいません去年やんなかったんでね、出来上がりがない。でこっちは花芽を入れた、今年飾れる、もうすぐ飾れます。でこれで来年ですよね。来年と、もううまくいけば太いところが咲くと思うんで、うん、はい、1、2週間ずれるか、6月に咲く。これは見るとわかるんですよ。ここのところにね太いのがあると、これも怪しいです。結構咲くんですよ。というわけで、石立ホタル袋がこんな感じでできました。小さくするのには、いろんな種類がありますけど、紅衣っていうホタル袋が、矢子枝に花が咲くちょっと変わったものなんですけど、はい、これは紅衣っていう種類で、花が真っ赤なんですけどね、はいはい、これはどういうわけか、矢子枝にこう花が咲くんですよ。普通そういう風にはならないんで、あんまりね。これは小さいのが作れます。花も小さくなります。だから買うとき石立てとか紅衣とか買っとくと小さいのができますから、うん、なるほど参考までに、はい、これでね花咲いてこう、ちょっと垂れるんですかね、やっぱ、うん、このつぼみが下へ向いたら咲きます、はい、最初立ってるんですよ。ここにもあるし、これもそうだし、ここもそうです。こういうのも作れますのでね。ただこれ子供入ってないですあ、じゃあもう今年で終わり、うん、あの展示会用に作ったんで、今度気楽の展示で5月の27、28かな、川口市の道の駅ジュリアンでやる展示会で、はい、ちょうど咲くんじゃないかと思って。なるほど。ちょっと期待してます
皆さんも試してみてはいかがでしょうか。はい、そうですね。可愛いですよ。咲くとね。可愛いですよね。まだ咲いてないんでね。残念なんですけど。咲いてからじゃできないですもんね。咲いてからじゃちょっと植え替えできないんで。今のうちにっていうことですね。はい。はい、ということでした。はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。